はいみなさんこんにちは、リッキー社長です。今回はですね、ちょっとこの後ね、出かけなきゃいけなかったりとかして、えー、すごく短い動画になってしまうかもしれないんですけれども、まずは、11月度ですね。 いろいろな方からですね、ご登録いただきまして、1ヶ月のうちに約3万人の方にですね、まあフォローというか、あの、ご登録していただけたような状態であります。本当に皆さんいつもありがとうございます。いつもね、コメント欄とかでも応援メッセージとかね、いただけていて、すごくですね、励みになるし、あこれからも頑張っていこうっていうですね、そういった気持ちに、えー、させていただいたりとか、何やかんややっぱね、毎日発信って、何やかんや大変だったりとかするので、そういった皆さんのですね、声が、あの、僕自身の、ね、モチベーションというかね、そういったものになっています。原動力になっています。 本当にいつもありがとうございます。これからも皆さんのお役に立てるような情報だったりとか、情報発信っていうだけではなくて、僕の方からですね、その考え方だったりとか、あり方的な方面とかもですね、えー、随時発信していきたいと思いますので、皆さんこれからもよろしくお願いします。まあ今回ね、えー、かなり大騒ぎになっている、あのアメリカ大統領選挙なんですけれども、本当に日々ね、いろんなことが変わっていったりとかしていて、本当ね、あの、追っていくのが大変な状況だとは思うんですけれども、ただ、状況としてはね、 まあ、こう、二点三点したりとかするような箇所もあったりとかするんですけれども、確実に、なんていうんですかね、ライトサイドっていうんですかね、光の側というかね、そういった側に優位なですね、状況になってきてるかなと思います。もう、刻一刻とね、日が経つごとにいろんな証拠も提示されていったりとか、しかもかなり明確なものですよね。どこがどう絡んでいて、どんなところがこういったものに加担していて、その裏側には誰がいるのかっていうところまでですね、見えてきたりとかしているっていうところで、まあ、決着もですね、おそらく1月まで食い込む いいんじゃないかなと思うんですけれども根本的な部分ではですねもうかなりですね優位なところまで来てるんじゃないかなと思いますおそらくですね今回のまあドミニオンのですね、えー、問題でもまあ5名厳密に言うと6名のですね死者が出ていたりとかするっていうところもあって、えー、これからもですね結構壮絶な状況にはなっていったりとかするんじゃないかなって思うんですよね今僕らが目の当たりにしてるのって単なる大統領選挙ではなくて本当に今までフィクションのようにですね捉えられていたまあ、正義は勝つという概念ですねまあよくねそういう って話をすると現実的には違うよねって意見も多いと思いますでもそれが今回はですね現実のものになるんじゃないかっていうところまで来てると思うんですよだからですね、まあ、一つのまあ教材というかそういった形であってもいいのでいろんな方に届けばいいなって思っていますだからですねいち早くその真実が明るみになって、えー、多くの方にその情報が届いてですね今の日本の在り方だったりとかその海外とのねあのいろんなそのまあ過去からの兼ね合いというかですねその負の遺産というかそういったものがですね払拭されていけ いいいいんじゃないかなかと思っています、まあ、僕の方でもですね、これからは、えー、ちょっとね、あの、大統領選とか落ち着き次第ね、いろんな方からね、ご要望もいただいていて、日本のことも話してくれっていう話もあったんですけれども、えー、結構ですね、そちらの方もまとめています。えー、なのでですね、これからですね、そういった、えー、日本に関することとかも、ね、常時ですね、発信していきたいと思います。まあ、過去のことから現在に至るまでだったりとかね、日本がなぜこういうふうになってしまったのかっていう部分とかも、まあ、ちょっと長くなるかもしれないですけどね、はい、そういった、えー、動画として発信していきたいと 思いますのでえ、皆さんぜひぜひ楽しみにしていてください。あとはですね、ちょっと僕の方でもえ情報収集をしたりとかしているんですけれども、もしかしたらね、それだけだと足らない可能性もあったりとかするので、皆さんからもですね、情報などの提供いただけるとすごくありがたく思います。よろしくお願いいたします。まあ今回ね、大統領選挙で、なんかちょっとおじいちゃん JB がですね、足くじいて、まあ捻挫からまあ骨折したみたいなね、話が出てたんですけど、あれなんか違うみたいですね、なんか骨折っていうの嘘で、 なんかこれ確定情報じゃないんですけどね。足首に GPS 搭載型のですね、アンクレットつけられたんじゃないかみたいなね、話が上がってて、いやめっちゃ面白いな、それと思って。でもまあ、それがね、確定情報かどうかわかんないんですけど、まあ、退院時期がね、かなり早かったっていうところだったりとか、そういったものを見ていくとね、まあ、本人の表情とかもですね、結構暗かったので、なんかあったんじゃないかなっていうところでありますね。まあ、もしかしたらね、今回の、まあ、大体もう、決定はされてないだけでね、不正があったりとか、えー、どこがどういうことやってたのかね、とか、あとはまあ、その JB の、えー ややっっっててききたたた問題だったりととかか、まあ、ヒラリーささんんねオバマさんがやってきたようなそううういいっった、えー、問題っていうのはもうみんな知ってると思うんですよねなんで、まあ、今回もしかしたらいろんなことが明るみになった瞬間に全員がですね中共にもしかしたら亡命するんじゃないかっていうフラグもねまあ未来的には考えられるんじゃないかなと思うんですよねまあそういった時のためのそれなのかなとは思うんですけれども実際ねいろんな方まあソロスさんもそうですけど表に出てきてないっていうところからですね一応逮捕されたっていう話とかも出てますけども僕は結構ね信憑性高いんじゃないかなと思っています。 まあ、あその辺のですね、情報も、えー、明確なものとかも出てき次第ですね、情報発信していきたいと思います。なんでですね、まあ、今日、今回はですね、ちょっと、えー、どっちかっていうと、まあ、12月からの動きっていうところのですね、話だったりとか、あとはですね、あの、11月度、えー、僕のこと応援してくださった方、えー、ご登録などね、してくださった方、本当にですね、ありがとうございます。まあ、これからですね、スズポンとかもね、一緒に、ちょっとですね、皆さんと交流できるような機会とかも作っていこうかなっていう風なね、話もしていたりとかするので、えー、またそういったものがですね、決まり次第、えー、Twitter、 だったりとかまあ、パーラーちょっとね、今んところ使い方あんま分かってなくて、まあ、あんまり使ってないんですけど、まあ、そっちの方だったりとかね、YouTube の方でも発信していきたいと思います。 ただで,ですね、より、えー、皆さんとですね、あの、深いつながりが持てるように僕もこれからですね、交流だったりとか、あとはですね、よりですね、社会に貢献できるように、いろんな情報を発信していきたいと思います。それではですね、今回いつもよりもね、あの、動画短くなったと思うんですけれども、この辺で終わりにしたいと思います。ぜひ、12月度もですね、リッキー社長、すずぽん、よろしくお願いいたします。それではですね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ